と白クマっていう仲間が、白クマが本当はいる、はい、どっか行っちゃった、今日どっか行っちゃった、暑くて、あーやっぱ白クマだからね、白クマだから、これ白クマから借りてきた、はあ、じゃあ、あれなのね、なんか自分の俺の仕事をやってくれよみたいな感じ、よくわかんないけど、よくわかんないけど、どんな仲間なんだはいはい、そしてあそこでちょっと寂しくしてるからさ、ちょっと呼んであげて、呼んであげて、もうちょっと近くに、お話はできるの、なんかいつもなんかやる気ないって感じに私も見えるんだけど、やる気ないの、彼に真面目で緊張してるんだよ、緊張してるのか、なんかさ肩がさ力落ちてるもんね、さっきから見てると、クマなのにね、猫背だよ、クマだから猫背ね、あんまよくわからなくはないけれど、確かに、うん、やっぱり寒い方が好きなのかな、暑いより、多分ね、うん、ここにいる仲間みんなね、寒い時の方が好きだと思う、この仲間は暑さより寒さに強い、そう、そっか、最後になんかさ一言聞きたいな、一言、うん、なんか言って、なんか告知していいですか、何告知、うん、いいよ、僕たちザ・ベアーズって言うんですけど、リーダーが僕ハキクマンです、でザ・ベアーズ今度名古屋のど真ん中祭りっていう大きなお祭りにちょっと出てみようかなと思って出るんです、名古屋の街の中で多分うろちょろしてると思うんで、見つけたら応援してください、お願いします、はい、お願いします、ぜひ来てね、ど真ん中祭り、はい、また暑いよ、暑い、今日より暑いです今日なんかちょっとまだもね、これはだってさ直射日光ないからね、まだ良かったね、でも話せることはいいことだ、ちゃんと日本語喋れるの、日本語、日本語まだね、うん、ちょっとままならないところもでちなみにおかしいところもあるんだけど、うん、なんかちょっと黙ってる気もするんだけど、そう、なんかねおばちゃんに教えてもらったら、あ、おばちゃんに教えてもらった、何なまり、何なまり、岐阜弁、多分岐阜弁、岐阜弁かな、うん、なんかよくわかんないんだけど、なんかさ、すごく疲れたわっていうことなんて言うんだっけ、岐阜弁でなんかどエリア、なんとかって言わない、えらい、あ、どエリア、エリアがなかなか言うんでしょ、そうね、そんな感じで教えてもらったのね、そう、それ教えてもらってね、柿のシーズンってさ、やっぱり秋でいいんだよね、はい、秋、うん、一番美味しい柿の見上げ方って、柿とま知ってる、10月から、10月から本当に美味しいのは、うん、多分ね、うん、12月の手前ぐらい、あ、そうなの、12月の手前の方が本当に美味しいの、柿は、見上げ方は、見上げ方、買う時の、うん、これはね、よくまだそこまで勉強してないから分かんない、そこまで勉強してないって何をしてきたんだね君は、まだ別なんてならちょっとしか、そうか、まあ皆さん温かい目で見てあげてください、よろしくお願いします、さあそれではカキクマン本当にどうもありがとうございました、はい、そしてカキクマンとちょっとあとしゃべりなさいよ最後ぐらいしゃべりなさいって言われてるここね、カキクマ農場から来ましたからね、喋れるの？喋れます。あ、ちゃんと日本語喋れるじゃない。すごいすごい。なんか余計になんか訛ってるみたいだからやめときます。うん、やめときますか？はい。はい。暑いけどまたね、盆踊りもよろしく。はい、みんなまたね。はい、どうもありがとうございました。カキクマンとそしてヒグマンでしたっけ？ね、はい。やっぱり猫だよね。前鏡になって。